ゴソルの馬車は、ブレーズ・パスカルが考案し、17世紀に、フランス王国、パリで運行されていた乗り合い馬車である。ゴスーの馬車と呼ばれることもある。名称は、運賃がゴソルだったことに由来する。ソルは、当時の通貨で、1ソルが20分の1リーブルに相当する。不特定多数のものが、比較的安価な運賃で利用でき、一定の経路を、時刻表に従って運行するなど、 現代の路線バスの起源となった公共交通機関である。ブレイズ・パスカル中世のパリでは馬車を所有できるのは王や貴族に限られていた。アンリ4世の時代に規制は緩和されたものの馬車の保有には多額の費用がかかるため一般の市民には縁のないものだった。1620年には貸馬車業が登場したが料金が高かったため利用できるのは裕福なものに 限られていた。1662年1月、パスカルは、友人のロアンネスコーラの援助のもと、国王ルイ14世から、ゴーソルの馬車の営業許可を得た。3月18日、最初の路線が、リュクサンブールさんタントアーヌ門間で馬車7両を使用し開業した。4月から7月にかけて、さらに4路線が開業した。計5つの路線のうち、 四つはリュクサンブールを起点に市内各地を結んでいた。もう一路線はパリを一周する環状運転を行っておりツールドパリと呼ばれていた。ツールドパリの経路はいくつかの区間に分割されており各区間ごとに運賃をするが必要だった。各路線とも7分半間隔で運行されており、起点ではたとえ乗客がいなくても所定の時刻になれば発車した。 馬車は2頭立て、天外付きの四輪馬車を使用しており、乗客の定員は8名だった。営業許可時の条件により、兵士、近所、飯使い、その他の労働者の利用は禁止されていた。ゴソルの馬車は、登場時にはパリ市民に歓迎されたものの、初期の熱狂が去ると利用条件の煩わしさなどから、人気を失い、経営難に陥った。 このため運賃を6ソルに値上げしたものの、さらに乗客の離反を招き、1677年に廃止された。パリに乗り合い馬車が復活するのは1828年のことである。ありがとうございます。